今週は10月30日から11月9日までの話題を6つお届けします。まずはこちら。11月7日にホテルラングウッドで行われた荒川区功労者表彰式の模様をお伝えします。荒川区の振興や発展に特に功労があった方々に対してその功績を称える荒川区功労者表彰。区民のふるさと意識を高める目的で毎年実施されています。今年度は活動賞や社会福祉功労者など14の分野で合わせて142人の方々を表彰。西川区長から表彰状が贈られました。そして特別功労を受賞した桶谷輝明さんが受賞者を代表して喜びの言葉を述べました。さらに住みよい町にしようと思いを新たにますます自己管理と自己研鑽に努め精進いたす所存でございます。なお受賞された方々はご覧の通りです。受賞した皆さん、おめでとうございました。今後も引き続き、荒川区へのご支援、ご協力をよろしくお願いします。続いてはこちら。2つの話題をまとめてお伝えします。ご着席ください。10月30日、ムーブ町屋で荒川区産業功労者表彰式が行われました。この表彰式は長年にわたり区の産業振興の発展に貢献している方々の功績を称えようと毎年行われています。4つの部門に分けて表彰が行われ、事業所の発展に貢献した方々を称える事業所功労者表彰には270人、従業員の育成などに努めた功績を称える功労事業所表彰には15の事業所が表彰されました。またものづくりの町荒川を象徴する存在として称える荒川マイスターには技師装具師の臼井文雄さんが表彰されました。最後はお台本銀座商店会にある銭湯梅の湯が
商業振興功労賞表彰を受賞しました。本日は多数の関係者の皆様ご出席のもと、荒川区の産業の発展と地域社会の繁栄を目指し、皆様方のご期待に沿うよう今後とも鋭意努力する所存でございます。11月3日、日暮里南公園で日暮里青空子ども祭りが開かれました。これは毎年11月3日の文化の日に開催されている日暮里地域の子ども祭りで、日暮里青空子ども祭り実行委員会の主催で行われました。噴水広場には、PTA や地域の団体の方々による工作やゲームのコーナーが並び、大勢の子どもたちでにぎわっていました。国際理容美容専門学校のブースでは、学生の皆さんによるヘアアレンジやハンドマッサージを体験することができ、たくさんの人が列を作っていました。ステージでは子どもたちによるダンスが披露されました。澄み渡った青空の下、子どもから大人まで地域のお祭りを楽しんでいました。荒川区産業功労者表彰式、日暮里青空子ども祭りの話題をお伝えしました。続いてはこちら、3つの話題をまとめてお伝えします。11月4日、荒川遊園運動場でおぐっこワクワク祭りが開かれました。このイベントは子どもたちに学校や世代を超えた交流を楽しんでもらおうと開催されたおぐ地域の子ども祭りです。町会や PTA、 広場館、ふれあい館の職員など地元の方が実行委員となって、子ども向けにさまざまな催しを企画しました。会場にはゲームや創作活動が楽しめるエリアのほか、模擬店や観光書コーナーが設けられました。模擬店で提供された焼きそば、たこ焼き、おでんなどは子どもたちに無料で配られました。遊びの広場ではお菓子がもらえる7種類のゲームにチャレンジできたほか、作って遊ぼうではビニール刀や紙コップの風車など9種類の創作を楽しむことができました。ステージでは地域の子どもたちによるダンスの発表や金管バンドの演奏などが行われ、会場を盛り上げていました。11月4日、結の森荒川でおしどり文学館協定締結1周年記念講演会が開かれました。去年、荒川区の吉村明記念文学館と福井県ふるさと文学館がおしどり文学館協定を結び、今月で1周年を迎えました。これを記念し、岩波書店の前代表取締役社長山口昭夫さんによる講演会が開かれました。企画が生まれていくんですね。往復書館、作家の子吉村明さんと妻で作家の津村節子さんの担当編集を務めた山口さんは、当時の写真や吉村さんの手紙などを紹介し、編集者としての目線から2人の人柄などについて話しました。11月9日、ムーブ町屋で防火の集いが行われました。11月9日から15日までの7日間は秋の火災予防週間です。秋の火災予防週間の初日に開催された防火の集いは、防火・防災の意識を高めてもらおうと荒川消防署が開催したものです。ダ
第1部では表彰式が行われ、日頃火災予防を積極的に推進している方々の功績をたたえ、表彰状や感謝状が贈られました。その後、荒川消防署の秋葉署長から式辞が述べられました。ご出席とご参加をいただきますともに、多くのご来賓の皆様もご臨第2部では、落語家の三遊亭楽之助さんによる防火防災講演会が開かれ、小話を交えながら火災予防を呼びかけました。これからですね、特に気をつけていただきたい点が3点ほどございます。1点目が、タバコの火災が多いので、タバコの火の始末は確実にお願いしたいと思います。それからストープにつきましては、周りに燃えやすいものを置かないことを気をつけていただきたいと思います。またガスコンロはつけっぱなしにしない、その場にいて必ず使い終わったら消すということを気をつけて、以上3点を守っていただいて、これからの寒い季節を安全に暮らしていただければと思います。今週は6つの話題をお伝えしました。以上、ウィークリーニュースでした。